日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。こちらフロレスタというお店の可愛い動物ドーナツを食べていきたいと思います。まあなんか3個買うとちょっと安くなりますみたいな感じで釣られて思わず同じの2個買っちゃったんですけど、まあこちらバナナ、私の大好きなフロレスタとチョコ、クマチョコとウサギバナナ。見た目可愛いけど食べるのは容赦ないタイプなんですね、私。なのでまあ開けた瞬間に甘い香りがふわっと広がってきました。おおだと下の方にこれ張り付いてんのか、危ない危ない。ドーナツなのでしっかり穴が開いてますね。ではいただきます。やっぱり見た目は可愛いけど食べるのはしっかりやらないとね、でないとレビューできないから。うさぎドーナツ可愛いけど味は私の大好きなバナナだからしっかり噛み締めさせてもらうね。一方のクマチョコは、なんだろう、自分動物は嫌いなんですけど、アニメで出てくるクマとか結構可愛いキャラ多いかなと思ったりすることがあります。リラックマとか特にそうなんですよね。あと、ちょっとマイナーなアニメに出てくる某キャラクターも好きだったり。まあそれが何なのかはあなたのご想像にお任せしますが、ドーナツのレビュー、味はあなたのご想像にお任せするわけにはいかないので、この後しっかりとやっていきますよ。それではレビューはこの後すぐ。ごちそうさまでした。生地のドーナツの生地はどちらも揚げではなく焼きなのか、ちょっとふかっとしたい食感になっていて、そこまで油っぽさはなかったですね。ただ結構甘さが強めなので、人によってはちょっとくどいかなと思うかもしれません。でバナナの方は食べ進めていくとだんだんバナナの香りがするんですが、最初のうちはドーナツの甘さが強いですね。一方チョコドーナツについては結構最初からチョコの苦味が来て、後からだんだんドーナツ生地の食感が追いかけてくる、そんな気がしました。どちらも甘かったり苦かったりとか味わいがあるのですが、ちょっと甘さがくどいかなとどちらも思いましたので、今回は両方ともをこちら4点とさせていただきます。甘い方が美味しいんですけど、ドーナツはちょっと超えちゃってるかな、それをっていう部分があったんです。それでは夕立ちに砂漠降るかな恵みの水、まあ砂漠だったら雨は降ってほしいですよね。というわけで今回はフロレスタのドーナツを食べてみた動画でしたが、あなたは興味を持っていただけましたか？もしそう興味を持っていただけたのであれば、買って食べていただけると嬉しいです。そしてチャンネル登録、コメント、高評価をしていただけるともっと嬉しいです。では本日の演目はここまで。また明日の演目でお会いしましょう。演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。